ティモシー・リアリー1989年、ティモシー・フランシス・リアリーは、アメリカの心理学者である。集団精神療法の研究で評価され、ハーバード大学で教授となる。ハーバード大学では、白紙瓶や LSD といった、幻覚剤による人格変容の研究を行った。幻覚剤によって、すり込みを誘発できると主張し、意識の自由を訴えた。しかし、 マリファナ所持で投獄される。囚人生活中に宇宙移住計画の構想をまとめた。晩年は宇宙移住をサイバースペースへの移住へと置き換え、コンピューター技術に携わった。コンピュータを1990年代の LSD に見立て、コンピュータを使って自分の脳を再プログラミングすることを提唱した。ティモシー・リアリーは1920年10月22日に、 マサチューセッツ州スプリングフィールドで生まれた。1936年に入学したスプリングフィールドのクラシカル高校では生徒会長と学校新聞の編集長を務めたが、新聞で学校の全体主義を批判し校長からの大学の推薦の機会を失う。イエズス会系の神学校ホーリークロス大学で2年、過ごした後、ウエストポイント陸軍士官学校に入り、 軍隊的組織の中上官に逆らったことが原因で、組織的な無視を受け、無視の無罪を発表される代わりに学校を去ることにした。ユリシーズを読み、衝撃を受ける。おじに、再び大学に行くよう説得され今度は教学に、すると決め、アラバマ大学の心理学部に入学し D 教授の下で、学ぶがガールフレンドの女子寮に忍び込んだことが原因で、退学になる。 1943年、徴兵命令で、バージニア州、ユスティス基地に配属され、しばらくすると心理学の過程を終了させるという軍の方針で、ジョージタウン大学で3ヶ月、オハイオ州立大学で6ヶ月学び、精神分析コンサルタントとして転属した後、軍病院で、精神科医となった D 教授に再開し、ペンシルベニアの軍病院に移る。配属先で、 後に妻になるマリアンヌに出会い同棲を始め、マリアンヌと一緒にワシントン州立大学で心理学の修士号を取り、リアリーはさらにバークレー大学の心理学博士の家庭に入学する。リアリーは患者の糸抜きで決定していく精神療法に疑問を抱いており、当時は患者同士に治療を行わせるおかしなものだと捉えられていた集団精神療法というのが提唱されてきたのを機に、 言語による人間同士の相互作用が観測できると思い、この研究を開始する。精神科医のハリー・スタック・サリバンが主張した、対人間の相互作用で人格が構築されるという理論を進展させ、また人格検査のモデルも作った。研究に参加していた女性と不倫関係になり、1955年には妻マリアンヌは自殺する。 カイザー基金キキ病院の心理学研究所理事長の地位を捨てヨーロッパを放浪する。この頃書いた人格の人間関係的診断は1957年の精神療法で最高の研究と評された。イドップは患者自らが自分の性格や自分のゲームの役割を探求し患者に自己決定させ患者と心理学者を対等に 扱い自然な環境の中でやり取りを行うといった革新的な内容を提案した。後にエリック・バーンが交流分析とゲームの理論を一般化させる。1959年イタリア、バークレー大学時代の友人で創造性の心理学の権威であるフランク・バロンがマジック・マッシュルームを食べて神秘的な体験をしたという話をしたが、リアリーはこの話についていけなかった。 フランク・バロンは高度な心理学シンクタンクであるハーバード人格研究センターの所長のマクリーランドがイタリアにいるので仕事を紹介してもらえるかもしれないと教えてくれた。マクリーランドに患者をあるがままに扱う対話的な行動を変容について話したところアブラハム・マズロー、カール・ロジャーズによる同じような心理学の先端研究が行われているということでハーバード大学に教職を得た。 すぐに、リアリーの推薦で、フランク・バロンも、ハーバード大学に教職を得る。イドップによる、人間性心理学的な、診察室ではなく、通常の生活の中で、患者中心の平等主義的な行動変化をもたらす、アプローチは興味を集め、リチャード・アルパート助教授を含めた何人かが、配属された。期待されたアプローチであったが、時間をかけて何度も、 条件付けを行う必要があった。1960年夏、メキシコ大学の人類学者のゲルハート・ブラウンが、アステカ文明のナワトル語の文献に、マジックマッシュルームについて言及があるが、これを試さないかと持ちかけた。リアリーが試したところ、まず古代文明の様々な場所を旅し、次に、生物の進化の過程をどるという幻覚体験が起こった。行動を変化させる鍵は、 自己洞察であると考えていたが、キノコによって洞察を瞬時に行うことができた。キノコはこれまでの自分の殻を一挙に解放してしまった。リアリーは体験に衝撃を受け、意識が拡張される脳の回路とそれを起こす薬、その意義一度繋がれば、その感覚を再現できる意識の回路の研究を行うことにする。スイスのサンドス研究所のアルバート・ホフマンが、 キノコから白シビンを合成していたので入手し、オルダス・ハクスリーも参加し脳に関する研究を開始する。ハクスリーは、これは聖書にある禁断のみで意識の管理者は研究を阻止するだろうから、ゆっくり研究を進めるように忠告した。当初は35人ほどで、ハーバードサイケデリックリサーチプロジェクトを組織し、内面の探究と精神を診断し変化させる探究を行った。 1960年12月、アレン・ギンズバーグが意識変革について学んできたので研究について知りたいと言って尋ねてきて、一緒に白紙瓶を服用して平和な世界を作ることを構想し、そのために脳の共感回路につなげる神経学上の革命を起こし、意識訓練センターを作るという計画を考え、実践に移していった。ドラッグは感覚を遮断する。 アイソレーションタンクよりも科学的に神経に作用するため再すり込みの作用が強いと思っていた。再すり込みの可能な状態で神経細胞を刺激した価値観を何でもすり込むことができるので自分のなりたい人間になるよう自分で神経を制御すべきだと主張していた。1961年3月にはコンコード刑務所で受刑者と大学の学生を交えた白ビンを使った。 集団療法的なセッションを行い、2年で参加者の9割が出所し、再犯率を70%から10%に低下させ、生き方を変化させることが実証されたと思った。1961年8月、応用心理学の国際会議で、人間の行動は文化に依存したゲームであり、家族ゲームや国家ゲーム、ティモシー・リアリーというゲームをプレイしているが、このゲームを断ち切る、 最も有効な方法は悟りを誘発するドラッグであると発表した。1943年にアルバート・ホフマンが LSD を発見した。これは強力な幻覚作用をもたらし、1950年代頃から精神医学では意識の問題を解明する切り札として期待された。1962年春、LSD を通常量の100倍摂取し、 神秘主義者になった医師のマイケル・ホリングス・ヘッドが訪れ、白シ紙シンは LSD に比べて大したことがないと、嘲笑したので、リアリーは、LSD は、兵器として研究され評判が悪いと考えていたが、試すことにする。この体験は、すべてが、自分の意識が作り出したものに過ぎないことを悟らせ、人々がアメリカに大量生産された、操り人形であることに気づき、 そして意識をエネルギーがダンスしているような状態に導き、生涯で最も強烈で生き方を変えてしまうものであった。リアリーは LSD を研究に持ち込んだが、ケルマン教授らによる反対派が LSD が危険なドラッグであると主張して反対運動が起こった。衝突を避けるためにアンドリュー・メロン家の女性資産家のペギーに出資をしてもらい、メキシコのジワダネホで サマートレーニングキャンプを行うことにした。ジワダネホへ出発する前、反対運動の一件で麻薬取締局から検査官が派遣され知り合いになったが、彼がアメリカ中央情報局が2500万ドルの予算で LSD の研究を行っているという国費情報を教えてくれた。これは後に洗脳の研究である MK ウルトラ計画として知られるが、 計画のためのフロント企業の一つからケルマン教授は1960年に助成金を受けていた。また、この頃謎のフェミニストのメアリー・イーのピンチョットマイヤーが LSD を洗脳に使おうとしている人がいるけど、平和のために使おうとしている人もいるから、LSD のセッションのやり方を教えてほしいと連絡を取ってくる。1962年夏、メキシコのサマーキャンプでは、エヴァンス・ベンツによる、 チベット使者の書の英訳本を幻覚版に翻訳し、マニュアルとして用いた。共同研究者のリチャード・アルパートは、幻覚剤の体験によって、神秘主義の文献を真実であることとして理解できるようになり、中でもチベット使者の書が体験を正確に描写した中心的な本であることが分かった。この時は、幻覚剤の代わりに、朝顔のリゼルグサンアミドを使い、効果は、 周囲の人の行動で決まるセッティング理論を検証した反対派の圧力が大きいため大学を離れて東洋の研究家のアラン・ワッツやヒューストン・スミスらともに幻覚剤のセッションを行う機関を設立することにした精神的自由のための国際財団を設立し文化によって習得した精神からの自由を訴えたサイケデリックレビュー誌を出版し 国内全域に訓練センターの設置を計画し、世界最大のドラッグ研究機関、ドラッグ製造所になることが予測され、ハーバードレビューにお別れの挨拶を載せ、ハーバードを去ることにした。リアリーは武器商人や第三次世界大戦を格作しようとする者による歴史の流れを変革しようと確信していた。1963年自綿穂リアリーに、 ハーバードから解雇されたという知らせが届いたが、これはすでに退職していた、リアリーの信頼を落とすためであった。ジワタネホノリアリーの運営するホテルでは、客は週1回 LSD によるセッションを行っていたが、観光ビザなので商売はできないということで、退去命令が来た。命令を告げに来た警官が、兄が、知事の道は監修でホテルやりなさいと催促し、 知事が大統領を説得するという話になったが、大統領はすでに CIA から連絡を受けていたので、計画は破綻した。ドミニカ共和国カリブ島に共同体を作った人物がアメリカの企業を擁護する保守党に人々はうんざりしているから、労働党が旅行センターをやりたがっていると連絡があり、リアリーは島へ向かった。イフィフの会員が急増しているから、 メキシコでの計画をそのままやりたいたいと申し出たが、CIA と思われる人物が、知事に連絡したためまた国外追放される。次に送られたアンティグアバーブーだからも、国外追放と続く。1963年9月、出資者のペギーは、弟で、アンドリュー・メロン家の後取りのビリーに LSD を与えた、ことで、ニューヨーク州のミルブルックのメロン家の別荘に、 研究センターを置くことになり、国中にセンターを置くイフィフはを中止して、ガラス玉演技から取ったカスタリア教会を名乗り、今度はひっそりとやることにした。みんなで屋敷に移り住み、意識についての論文を書き、週1回の LSD のセッションを行い、神秘思想家のゲオルギー・グルジエフのドラッグ体験の追体験を試みていた。こうした活動は、人々に、 現実はフィクションであると思わせることに成功し、確一的な価値観を持つ社会に意義を申し立て、意識の自由を求めることは、平和や反戦、人種の平等、エコロジーといった活動と絡まっていったこの頃、メアリー・ピンチョットが権力者にセッションを行ったという連絡と、オルダス・ハクスリーが既得状態になったという連絡があった。リアリーは、ハクスリーに、 チベット死者の書サイケデリックバージョンに基づいて LSD のセッションをしてくれと頼まれたが死の際にハクスリーの妻にやってもらうことにした1963年11月22日ケネディ大統領暗殺事件のニュースがありその夜ハクスリー死亡の知らせも来る12月1日メアリーピンチョットがジョンカイケネディがあまりに変化してしまったので奴らは 制御できなくなったと打ちひしがれて連絡をしてくる。ケンキージーのバス1964年、双子のトミーとビリーの誕生日に無用されたカーニバルで、リアリーはモデルのナネットと出会い、別の日には、各校の巣の上での作者でカリフォルニア州で LSD の実験を行っていたケンキージーの一行がバスで会いに来たので、これに触発されて視野を広げるためメンバーに、 世界旅行を提案し、リアリーもナネットと結婚して、世界旅行をすることになった。インドで、チベット死者の書、サイケデリックバージョンを一緒に書いた研究メンバーの、ラルフ・メッツナーと合流し、チベット死者の書の翻訳者、エヴァンス・ベンツが建てた家にて、チベット仏教の僧であるラマゴビンだと過ごすが、リアリー夫婦の中は冷めていき離婚する。 アメリカに戻り、音と光で LSD 体験を起こすというワークショップを行っていた。ある日、マリファナの所持で逮捕され、裁判で戦うことにした。また別の日には、ジョージ・ゴードン・リディによって、突然逮捕されたが、証拠もないため違法とされた。マーシャル・マクルーハンに、メディア戦略について助言されて、ターンオン、チューンイン、ドロップアウトというスローガンを思いつき、 サンフランシスコで開催されたヒューマン・ビーインなどで宣言した。合衆国政府は1960年代後半から LSD を麻薬と認定し、法使用を禁止する方針を打ち出した。それに対し精神を解放する媒体として LSD を擁護し続ける。1968年頃からカウンターカルチャーによる反戦運動が起こり、ケネディ大統領の後に戦争路線を取る。 リンドン・ジョンソン大統領に反対していた。リアリーもこれを支持した。4月に反戦運動を行うマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが暗殺され、6月には大統領選に出馬していた j イケネディの弟のロバート・ケネディが銃殺される。この暴力的な世界を離れるために農場の広がる場所へ引っ越す。クリスマスに警官に尋問され突然逮捕すると言ってから警官は 自分のポケットからマリーファナを出した。逮捕されたが1時間で保釈され、裁判を起こすことにする。中、ティモシー・リアリー、奥左、ジョン・デノン、奥右、小野洋子。ベッドインで、平和を、ガトーにのレコーディング中。1969年、最高裁でマリーファナ法が違憲とされたので、様々なメディアが取材に来る。ここでリアリーは、カルフォルニア知事選に出馬すると宣言した。 キャンペーンソングを作ることにする。ジミ・ヘンドリックスが、ベースギター、スティーブン・スティルス、ジョン・セバスチャン、バディ・マイルズが参加し、You can be anyone this time around として発売される。次の日、ジョン・レノンと小野洋子から電話、モントリオールのクイーン・エリザベスホテルで、ベッドインというイベントを行い、平和を、ガトーニという曲を収録するので手伝ってほしいと、頼まれる。 次の日、ジョン・レノンが応援ソングを作ってくれることになり、カム・トゥ・ゲザーを作った。しかし、すぐに訴訟を起こされ逮捕される。刑務所で行われた心理テストの多くは、自分で設計したものだったので、恩話で脱走しない人物に見られるよう答え、脱走しやすい刑務所に移った。リアリーは脱獄し、亡命生活を送るが、再び逮捕される。麻薬組織のボスの汚名を着せられて起訴された。 ウォーターゲート事件でリチャード・ニクソン大統領が失脚するとしばらくしてから保釈された。服役中にチャールズ・マンソンと隣の官房になったこともあった。1976年にやっと自由の身になる。刑務所では宇宙移民の構想を練り、神経政治学として発表された。宇宙移民、知性増大。 寿命延長の頭文字を取って SMI に LE のコンセプトがあった。SMI に LE が起こるので自分の好みにデザインした惑星である HOMES に移住することを構想した。また、1973年の7月から8月にかけて銀河系内の工事生命体に接触するため4人チームでテレパシーを行い19つの断片としてスターシードのメッセージを受信した。 晩年は、幻覚剤ではなく、もっぱらコンピュータの可能性について語っていた。しかし、1960年代から一貫して語ろうとしていたことは、LSD やコンピュータといったものによって創造的に生きるための力を強めることや、自分自身で考えるということである。かつてリアリーは、IBM のようなコンピュータ会社を CIA のような情報局で脅威だと思っていたが、ヒッピーが、 アップルコンピュータを設立し、使いやすいパーソナルコンピュータを作り出した。1983年、フューテック社を創立する。自己診断と意思決定を行うためのマインドミラーというソフトウェアを発表する。リアリーの熱意は、RU シリアスたちにサイバーパンクやテクノロジーを取り扱うモンド2000史という雑誌を始めさせ、さらにこれはワイヤード紙へと発展した。また、 SF 作家のウィリアム・ギブスンもサイバーパンクのライターへと転向させた。コンピューターは創造性を高めたり、意識を拡張すると考えていた。コンピューターはサイケデリック体験を表示するのに適している。幻覚剤のような精神探索は行えないが、他者とのコミュニケーションのための新しい手段として用いることで、人々の意識を深める手助けができると考えていた。中 晩年のリアリー、左、アレン・ギンズバーグ、右、ジョン・シー・リリー、1991年友人である、ジョン・シー・リリーによる、脳はバイオコンピュータであって、国家や社会の枠にはめられた価値観を再度プログラムし直すことができるという理論を重要であると考え、コンピュータによって価値観を再プログラミングさせようとしていた。従来、 テレビのように一方的に情報が流されていたスクリーンの中を操作することで自分独自に脳をプログラムするということである。テクノロジーによって個人の意思で情報が伝達できるようになり距離も消去されることになる。本当の民主主義はモデムを通して行われるというモデムクラシーを提唱していた。晩年は年間30から40校と大学で積極的に講義をした。 TV ゲームにも肯定的でポケモンの原作者である田尻里氏によれば来日時にあった印象を気のいい人だったと語っている。1995年1月、リアリーは手術不可能な前立腺がんの宣告を受ける。リアリーはラムダスや他の古い友人らにそれを告げ同時に方向ある死のプロセスをスタートした。リアリーはその構想を デザイナーダイイングと呼んだ。当時は病状を公表しなかったが、同年の8月に、ゼリー・ガルシアが亡くなった後、世間に事実を告げることとなった。生前の1996年5月に、ラムダスと再会している様子は、ドキュメンタリーフィルム、ダイイング・2のラムダスティモシー・リアリーが捉えている。彼の最後の著作となった、カオスサイバー・カルチャーは1994年に、 出版され、その中でリアリーは、死の過程に対処するための個人的責任について、陽気に語り、生意気なジョークを言う時がやってきたと述べている。彼の遺作として発表された、デザインフォーダイ,イングでは、死についての新たな見方を示し、死は、生命の過程すべてと溶け合うことであると自身の信念について綴っている。リアリーは1996年5月31日、 75歳で、その生涯に幕を閉じた。後世のためにと、彼の要望で残されたビデオの中では、リアリーの最後の言葉が残されている。映像は、リアリーのアーカイブスの関在人である、ドニベリーと、後年のリアリーを撮影したジョーイ・カベラによって作られた。最後の姿は、息子のザッカリーによって伝えられている。リアリーは拳を固く握りしめ、ホワイと言い,い、 それからその拳を緩め、怖いのと、と言った。同じフレーズを異なるイントネーションで繰り返し、その後すぐに息を引き取ったという。ザッカリーによれば、最後の言葉は、美しいだった。映画、ティモシー・リアリー、エスデッドでは、人体冷凍保存を目的とした、身体機能の停止をリアリーが認めている。彼の頭部は切断され、氷の上に置かれる。しかし、映画の最後で、 それは、人口の頭部であることが示されている。1997年4月21日、リアリーの異界の7グラムはロケットに乗せられ、宇宙層となった。異界は、それから大気で燃え上がるまでの6年間、軌道上に留まった。共に打ち上げられた他の23人の中には、スター・トレックを生んだ映画プロデューサー、ジーン・ロッテンベリーなどがいる。また、異界は、 家族や親しい友人にも残された。2015年9月6日、スーザン・サランドンは、その一部を、バーニングマンフェスティバルのアートインスタレーションと共に、燃やした。アメリカでは特に、既存のハイカルチャーに対抗する、カウンターカルチャーの流れで、サイケデリック革命の父として、ヒッピーやドラッグを使う、若者文化、芸術家の支持を集め、精神文化を歌う後のニューエージ運動にも強い。 影響力を持っている。また、サイバーカルチャーにも影響を与えた。2007年には、俳優のレオナレド・ディ・カプリオが主演で、ティモシー・リアリーを演じる映画の制作が、試みられていると報道されたことがあった。883夜、バリス・フィリップ・ケ・ディック、フラッシュバックス、ハット・レジェンド・オブ、エーマインド・ザ・ムーディ・ブルーズ・アル・ミューズ・イック、ソング・レビュー・バイ・リッチ・インターバーガー。ありがとうございます。